押してください。何のネタバレだろう。おすすめのアニメ、私的に最近の最強は、なんだろう、ワンピースまた最初からね、やばくない？1話から今見始めてるの。ワンピースまた何年かかるんだろうって思うよね。でも結構1話が短いから、まあ、ワンピースまた最初から見始めてるし、でも東京リベンジャーズはやっぱり私的には最強かな。ワンピースもそうだし、あとみんな遊戯王とか見てた、やってたっていうか、あのカードとか集めてた。あとテニスの王子様とか懐かしい、やばいね、懐かしすぎる。ワンピースやっぱ見るべきよ。え、見てないの皆さん、嘘でしょ。ワンピース見てよ、めっちゃ面白いよ。遊戯王、何遊戯王、遊戯王お兄ちゃんとカード集めてやってる。ねえ、遊戯王懐かしくないじゃん。私も集めてた前。スパイファミリーもちろん見たよ。あーにゃー、見ました見ました。推しの子もちろん見たよ。一日で全部見ちゃったよあれ。東京グール見たよ見たよ、それも見たよ。マジでほとんど見てると思う。